元祖は維新だったのに前回の記事では自民党、石破政権の混乱と衆院選の歴史的大敗に至った背景について書いた以上、やはりこちらにも触れておかなければならないだろう。どこよりも早く社会保障費の持続可能性、医療、介護制度改革、社会保障の世代間格差をトップ1ーに据えて活動してきた日本維新の会が今回の総選挙では、 目論み通り政治的争点にそれらが浮上したにもかかわらず思ったほどの支持拡大に結びつかなかったばかりかむしろ議席を減らしてしまったこの結果を受けて日本維新の会共同代表で大阪府知事の吉村博文氏や維新の創設者である元大阪市長の橋本徹氏党参院幹事長の猪瀬直樹氏らが相次いで ババノブユキ代表の責任を問う発言を口にしても、いる。日本維新の会の吉村博文共同代表、大阪府知事は28日、衆院選の結果を受け、党代表選の実施を要求した。府庁で、記者団に、大阪以外は乾杯だ。実施するのが筋だと理由を説明。党内からも公然と、ババノブユキ代表の責任を問う声が上がった。衆院選で、 維新は、地盤の関西以外に支持が広がらず、工事前から5元の38議席特選。目標に掲げた、野党第一党のダッシュには遠く及ばなかった。これを踏まえ、猪瀬直樹参院幹事長は XQ ツイッターに、馬場氏は敗北の責任を取るべきだと投稿。ただ、馬場氏は27日の記者会見で、我々も、 与党過半数割れの一翼を担った自負を持っていいと述べるなど代表続投に意欲を示しているジジドットコム維新吉村氏代表選実施を要求党内に馬場氏責任論2024年10月28日より引用選挙戦に入った直後にとある維新の関係者に話を聞いたところ今回の選挙戦で思いもよらぬ苦境に立たされたことに候補者も関係者も 皆面食らっているようだった。うちがどこよりも早く、社会保障問題や、世代間格差を言い出して、風を起こした自負があるのに、その果実をみんな国民民主党に持っていかれてしまった。という恨み節も聞こえてきた。愚痴を言いたくなる気持ちはわかる。実際のところ、今 SNS でも大きな盛り上がりを見せている。 社会保障の世代間格差の問題を国政レベルの異臭に押し上げようと奮戦してきたのは紛れもなく日本維新の会で特にいわゆる東京維新の人々の尽力なしに語ることはできないだろう東京組の有志が政策を練り上げて大阪組の幹部陣に屈伸し今回の選挙戦を望むにあたって最大のテーマに採用されたという顛末がある 今回の選挙戦において、維新の東京組は、外戦でも演説でも、現役世代、将来世代のために、社会保障制度を改革します。と、皆一様に訴えた。プランとしては、国民民主党よりもずっと踏み込んだ、改革案を提示していたと言ってもよいだろう。よくわからない党になってしまった。にもかかわらず、先日した通り、維新の支持は伸びなかった。 同じ州の国民民主党は大躍進を遂げたにもかかわらず前回の衆院選や統一地方選の追い風がまるで嘘だったかのようになぎになったいいあ木どころか強烈な向かい風に襲われたようにすら見える一体なぜなのか石破茂首相が9日の衆院解散を表明し日本維新の会が危機感を強めている 令和3年の前回衆院選は、政権与党でも、野党第一党でもない第三局として、本拠地、大阪を中心に躍進したが、今年に入り、肝心の大阪の地方選挙で敗北が相次ぐ。関係者の不祥事や離党も目立つ中、新政権発足で、自民党の統制が持ち直す、可能性もあり、維新にとっては、三重区の様相を提す、産経新聞、維新、三重区の衆院選、一 地方選、逆風2、不祥事、3相次ぐ離党指揮者、何がしたいか伝わらず2024年10月3日より引用統制の急激な衰えについて維新の関係者に聞くと万博のごたごたのせいとか、前兵庫県知事、斉藤元彦氏のパワハラ騒動のせいとか、足立康自然衆議院議員が SNS で、味方、特に、 音た春党政調会長に弓を引いて暴れたせいといった意見が上がったそうしたもろもろの出来事が党勢にとってプラスにはならなかったのは事実だろうがとはいえ決定だとなったのはそれらではないだろうとも感じる維新は今大阪側のリーダーや議員たちが何となく東京側の理屈に納得していないせいで肝心なところでブレてしまい結果として有権者から軸が見えにくく 何がしたいのかかよくわらない政党になってしまっているのだここで言うリーダーとは無論馬場伸幸代表のことだが馬場氏のインタビュー映像などを見ていると金融所得課税を推進していたりと東京側の維新のロジックと整合性が取れないような発言が目立っている大阪では与党という呪縛ただ馬場氏が東京組とは本心では 真逆のことを考えているというより、大阪組は、東京組ほど、社会保障の持続可能性や、世代間格差に対して切迫した、問題意識を持っておらず、理論武装が不十分で、そのせいで、討論やインタビューに出る度場当たり的にあやふやなことを、言ってしまっているという印象を受けた。いずれにしても、外して若い世代の支持が多い東京側の議員や、関係者たち、 国政政党としての維新の会の問題意識とそのシリアスな熱量を切迫感が馬場氏をはじめとする大阪側のベテラン議員や関係者たち地方政党としての維新の会に対して十分に伝わらず共有されていないということには変わりない首都圏に集まる若い世代の社会保険料に対する 憤りのトーンが地理的に遠く離れた大阪の世代的にも隔たりがある幹部や議員たちにはなかなか伝わらない例外的に吉村共同代表は東京側の熱量に共感しているが彼はあくまで共同代表の立場であるため討議をまとめる前権を持っているわけではない東京国政側の熱量や問題意識が大阪側のリーダー層に伝わりにくいのは 上述したように、大阪と東京の地理的、世代的隔たりも原因ではあるが、それ以上にボトルネックになっている、別の要因がある。すなわち、維新の会は、大阪では与党であるという点だ。大阪組は、自分たちは、与党つまり、体制側で盤石な勢力を持っているのだから、リベラルな改革政党のようにわざわざ均衡を、壊すような動きをして、 波風を立てる必要などないそう考えてしまうのであるこの東京と大阪の歩調のズレが今回決定的な結果をもたらすことになった後編記事維新はもはや権力側の党になってしまった総選挙で国民民主に敗北したブレズレパラドックスの真相で続いて考察する以下は視聴者からのコメントで選挙において イメージはは、大切だが、今回の選挙では維新の持つ保守制や馬場代表をはじめとする議員たちの傲慢なイメージが裏目に出た気がする今回は自民への逆風が吹き荒れておりとはいえどこか補完勢力のように見られている維新には票を控えようという有権者にとってぴったりとはまったのが国民民主ではなかったか玉木代表のソフトで筋の通った言動 政策には、若年世代への寄り添いい、を忘れないその上単に裏金批判に終始しなかったような他党と一線を隠す点なども交換された要因だと思うそもそも社会保険はこの失われた30年の間に1.5倍以上増えているのに給与は横ばいまたは微減経済は成長しないのに社会保険料だけが増え続けてきた社会保険料は一旦 バブル前の率まで引き下げてその中で行えるサービスを考え直す必要があるのでは例えば介護保険の利用は仕事をしていて親を見れない人たちが増えていくのは想像できるので仕事をしてもらうために法人税で調整するとかも検討の余地あり家計と同じく支出内容を見直してリバランスを取らないと本当にどこかで崩壊してしまう 安易な増税ではなく歳出の見直しによる国民負担の軽減をお願いしたい。